ねえ、どうだった？エルフの森探索ツアー。一番最初に見たキラキラ輝く泉、あれって本当にそう、ゲーミング PC みたいな思ってたこと一緒だったんだエル嬉しい。あとは一緒に食べた毒々しい色のキノコ、最初はかなり君も嫌がってたけど、食べてみたら意外と美味しかったっしょ。うんうん、でしょでしょ。他にもいろいろ人間の君には珍しいものばっかりだったでしょ。どう？楽しめた？本当？あ、よかった。明日はもっと不思議なところを案内してあげるから。それはまあ秘密かな。だって君には驚いてほしいし、そのためにいろいろ計画もしてるんだから。ということで今日はもうおしまい。明日に備えて体を休めないと。ほらほら、ついてきて。じゃじゃーん、ここがエルエルハウスだよ。今夜は君に泊まってもらおうと思っていろいろ準備してたんだ。ささ、入って入って遠慮しないで。あ、おかえりなさい。お風呂気持ちよかった？よかった。君に満足してもらえて。エルの手料理もいっぱい食べてくれたもんね。君ってば、口から料理がこぼれ落ちるくらい口の中に溜め込んじゃって。え？詰め込んだのはエルだって？エルはそんなことしてないよ。君が自分から進んで美味しい美味しいって頬張ってくれたんだよね。違ったかな？うんうん、だよねだよね。エルフの森の夜は危険がいっぱいだから、君も発言には注意しないといけないもんね。エルの愛情たっぷりの手料理美味しかったよね。あれ？沈黙が長いんだけど。エルが質問したらすぐ答えなきゃでしょ。エルの手料理美味しかったよね。冗談冗談。君がエルのために食べてくれたのちゃんと分かってるから心配しないで。君は優しいからな。エルみたいなのにすぐ騙されちゃうんだから気をつけなきゃダメだぞ。なんて、君の反応が面白いからついついエルも調子に乗っちゃうんだけどね。ごめんって。さすがのエルもちょっと疲れちゃった。実はね、エルエルハウスに誰かをご招待するの、君が初めてだったの。だから気合い入れて準備しちゃったんだ。ちゃんとお掃除して、料理も作って、お風呂もいつもは使わない入浴剤なんか入れちゃったりして。だから、君が楽しそうにしてくれて安心しちゃった。ありがとう。君、眠いんでしょ？そんな焦って否定しなくても大丈夫だよ。今日の入浴剤、安眠効果があるやつにしたから。今日は早めに休んで、明日の探索ツアーに備えなきゃだしね。ほら、暗くするね。はーい、ベッドへどうぞ。エルはこっちで寝るから、君はそっちね。よいしょっと。
とは言ったものの、エルまだ眠くないみたい。なんでだろう、疲れてるはずなのにな。仕方ない、こうなったら。エル、眠くなるまで本でも読むことにしよっかな。ああ、ライト眩しくない？大丈夫？よかった。ああ、君は気にせず寝ちゃって大丈夫だからね。歩き慣れないエルフの森をいっぱい歩いて疲れてるだろうし。さ、もう目をつむって。はーい。おやすみなさい。あれれ、ひょっとして起きちゃった？そっか、君も眠くなくなっちゃったのか。まあそりゃそっか、隣で明かりつけて本読んでるエルフがいたら眠れなくもなっちゃうよね。ごめんごめん。よし、電気消してエルも寝てみることにする。なんてったってエルの真の目的は君の体力回復だから。エルが自分で邪魔してたら本末転倒ってやつだよね。どう？真っ暗になると外の森の音がもっとはっきり聞こえるんじゃない？エル、この音大好きなんだよね。君にとってはちょっとうるさいかもしれないけど、でもこれはこれで ASMR みたいな感じで、むしろ眠くなれそうな気もする。本当？嫌いじゃない？よかった、安心安心。それじゃ今度こそリラックスして。うん、おやすみなさい。
どう？びっくりした？ごめんごめん、結局イルなんか全然眠れなくてさ、君を起こしたら悪いかなと思ってしばらく寝返りも我慢して微動だにしないようにしてたんだけど、隣を見たら君がやたらともぞもぞ動いてて、なんだ君も眠れてないんじゃんって思ったら、ついついいたずら心が湧いてきちゃって。ごめんごめん、分かった、もうしないから。はいはい、今度こそおやすみなさい。もうやれないと思ったでしょ、エルがそう簡単にやめると思った？ほら、あれあれあれ、ひょっとして君耳弱いのかな。ふん、そうなんだ。じゃあ、もっとしちゃおの反応面白い。
すぐったかった？わかったわかった。本当にもうやめるから。じゃあ、こうしてあげる。ね？こうすればもうくすぐったくならないでしょ？ほらほらほら。これもくすぐったいの？君って本当に耳弱いんだ。意外な弱点発見。こら、ジタバタしないで。暴れたらもっと目覚めちゃうでしょ。そうだ。ねえねえ、仰向けになってくれる？そしたら両耳やってあげるから。ほらほら、行くよ。はい、せーの。はーい、それじゃあ両耳行きまーす。なんか耳があったかくなってきてる。もしかしてこれをずーっと続けてたら体温が上がって眠くなったりして。真っ暗の中だけど、君がなんか複雑そうな表情してるの丸見えだよ。新鮮な感じ。面白い。どう？眠くなってきた？なんだ、まだか。じゃあ最後に長めのをやってあげるね。せーの。いやー、君の新しい表情が知れて楽しかったなー。君もなんだかんだ言って実は結構楽しかったでしょ。よく言えました。それに顔も耳も赤くなってポカポカしてる。これはさすがに眠くなったんじゃない？そんなこと言っといて、エルもようやく眠くなってきたみたい。それじゃあそろそろ本気で寝よっか。はい、布団かけ直すよ。
のね、エル、今日本当に楽しかった。君と一緒に森に来られたのがすっごい嬉しくて、ついテンション上がっちゃっていろいろ振り回しちゃったけど、最後の最後までエルに付き合ってくれてありがとう。明日もいっぱいいっぱい楽しもうね。うん、おやすみなさい。抱き枕、あったかい。
ありがとう。大好き。